はい、今日はいつもと違う角度からの撮影になるんですけど、冒頭でも申し上げました通り、僕が撮影してる部屋や機材の紹介をしてほしいっていうのと、あと合わせて毎日飲んでるお酒とか、または持ってるお酒を教えてほしいっていう話が出てたので、今日はそれに対して回答していく動画になりますので、よろしくお願いいたします。まずはここですよね。僕がいつも座ってくだらない話をしているところですね。このテーブルがあって、これ安いローテーブルね、これ5000円ぐらいの安いローテーブルがあって、撮影してるものなんですけど、パナソニックのビデオカメラを使ってるんですけど、僕から見たらこんな感じなんですよ。こう脚立が立ってて、安い三脚が2つ立ってて、それでちょっと部屋散らかっちゃってるんですけど、ほんで照明ですね。照明はこれを使っててつけますね。めっちゃ眩しいんですけど、こんな感じです。これを普段撮影の時には使ってまして、めちゃめちゃ発熱するんですよ。なのでめちゃくちゃ汗かいて、額とか首元がめちゃめちゃテカるっていう現象が起こっちゃうんですよね。それはこいつの仕業です。消します。はい、撮影する部屋はこんな感じですね。こんな感じで散らかっててね、チンゲとかいろいろ落っこちてる部屋なんですけど、それじゃあ今普段僕が飲んでるものの紹介と、あと家にあるものの紹介をしたいと思います。移動します。めちゃくちゃ汚いところなんですけど、キッチンですね。普段飲んでるものですね。これがあのロッホローモンド18年っていうスコッチウイスキーになるんですけど、これとかラフロイグで、カナディアンクラブ12年はまあ普段というか動画撮影用に使ったので、これを今消費してます。これ常に家にあります。ジョニーウォーカーで、イチローズモルトとホワイトホース12年、これもねまだ消費中です。たまーにブランデー飲むかなーみたいな感じで紙酢を飲んでます。これまでね動画でそれぞれ紹介したのかな。でも新しいのまた開封して飲んでます。ファインヨークとシェリーヨークですね。あとはこんな感じでバレルスムースとか12年だとかで、よく飲むこのファイネストですね。それ以外のジャパニーズウイスキーは今開けてるのはこんな感じですね。ちょっと何かな、大京の12年のモルティアのソフトとノーマルタケツルに、奥にまだあるんですけど、それ見えづらいな、白州10年と山崎18年と竹鶴17年があって、で山崎のリミテッドエディション2016年ですね。以前は2014年15年とあったんですけど、全部飲んじゃったんで残りこの2016年だけです。なお2017年は買ってませんっていうよりか買えなかったんだっけな。あと山崎の50のがあって、山崎12年があって、で奥に響き17年があるんですね。まあ、そんな感じですね。でちょっとこんな感じでラベルとかはないんですけど、量り売りで譲ってもらった山崎25年とシェリーカスクがあります。山崎25年の入れ物なんかこれだからねこれやばいでしょ。色超真っ黒、本当に黒い茶褐色というかね、黒というか、個人的にすごい言いたいのがこれなんですよ。この山崎シェリーカスクなんですけど、これ2013年ものになるんですよね。というのはこれ2013年の山崎のシェリーカスクが世界一に輝いたボトルになるんですよ。そのウイスキーの量り売りなんですね。めちゃくちゃこれ高かったんですけど、もうどうしても飲みたくて2本本当は買ったんですが、もう6準備では飲んじゃってラスト1本になります。そんな感じですね。それじゃ あの動画撮影用とか未開封のものがあるところに行きます。はい、やってきました。ちょっとね暗くて見づらいかもしれないんですけど、まあ、今なんとなくねザーッと並んでるんですけど、僕がねレビュー用なんですよ。でもちょっとねもうレビューしちゃったやつとかもあるんで、電気つけようか。まあ、こんな感じでレビュー用なんですよね。でこの竹鶴25年は開封しちゃってあるんで、ちょっとレビューしようかどうか悩んでます。で下にはこんな感じでいろいろ眠ってます。これは個人的にちょっと飲もうかなって思ってるやつですね。でこの奥とかには結構ねいろいろ、ちょっともうすげえな、これ全然見えねえな。よくはねこれプレゼント用とかあるんですよ。まだちょっと登場してないんですけど、見えるかな、プレゼント企画とかでこう用意してるものがあるんですよね。まあそんな感じですね。まあ、こんな感じでこれもプレゼント企画に向けて用意しました。ただこれを発足するのはいつになることやら。してみましょうか。見えねえなあ、こんな奥いろいろあるんですよね。いろいろネットでポチりまくったんであるんですけどね、ちょっと見えづらいな。この中には余市とか宮城郷白州山崎の限定品とか、まあいろいろあるんですけど、これらは僕が飲む用じゃなくてプレゼント用としてアマゾンで買ったものになるので、これから放出をねできたらなとは思ってはいるんですけど、まだまだちょっとチャンネルが小規模なので、大きくなってからどんどん放出していこうと思ってます。ほんでね個人的にね
僕が毎回飲んでるのがご存知だと思うんですけど、僕のチャンネルの特色上、美味しいウイスキーって贅沢飲みとか言って結構ガブッと飲むじゃないですか。その後に肝臓をいたわろうかなということで、このヘパリーゼを服用してます。こういう肝臓ケアをしないと僕も多分ぶっ倒れて死ぬんで、長く続けられないかなっていうのもありますし、肝臓は大切にしていこうかなと思います。それでこんな感じでね、パソコンで編集して出してるわけですね。こんな感じで、まあ、ちょっとね大変なんですけど、質の高い動画を維持したいなと思ってるので、妥協せずこれからもアップしていこうと思います。やかましいな俺と。まあこんな感じのね、今日はレビューとか酒とかとは関係ない動画になってしまったんですけども、楽しめましたでしょうか。楽しめてねえな、何の紹介もできてねえもんなということでね、次回もまたぜひ見てください。ここら辺でさようなら。